八重山青木は、赤根か八重山青木族の常緑を高目。学名の内属名のモリンダは、ラテン語の、モリスとインダスとの二語からなるが、果実の形状に由来する。また、首相名シトラフォーリアは、シトラスとフォーリアスとからなり、柑橘に似た葉を有する意味である。和名に、青木とあるが、青木は、ガリアメ、ガリアカで桃園である。ハワイの現地語であるが、 のニジュース等を販売する業者が健康食品と称して宣伝していることもあり、よく知られる名称の一つになっている。熱帯植物であり、インドネシアでは通年果実を結実する。インドネシアでは日よけとして各家庭に一本ののにの木を植えている。日本では沖縄地方に産するが、亜熱帯気候のため果実は小さく通年収穫はできない。 高さ8から10メートルに達する常緑ダ高きで、樹幹は小さい円錐状で全樹無毛である。樹皮は淡い価値色で平滑。市場は順方形を呈する。葉は耐性し、葉芯は長さ15から25センチメートル、幅8から10センチメートルの角質で高大円形、膜質の大きい卓葉を有する。花は登場過剰なし。 1> 計1.5から2センチメートルの白色、通常5弁だが6弁の花も散見される。果実は、角化の集合果で、インドネシアで、大きな果実のメンクテュベイサールと呼ばれるものは、広い楕円型で1 0トルを超える。未熟な果実は緑色だが成熟するにして、黄色となり、独特の匂いを発し、完熟すると白色となり落下する。HN リドリーによると、八重山青木は、 インドネシアのモルッカ諸島が原産地である。インドネシアを中心にインド、太平洋諸島、オーストリア東部、フィリピン、台湾、小笠原諸島、沖縄など広く分布する。実の内部が空洞で海水で浮くため、海流に流され、広域まで海流散布した植物と考えられている。のにの原産地インドネシアでは、果実はメンクズ、カンクリュ、ペース、ベングキュウリュ、 ノニー、ティバなどと地域によって多様な故障がある。タイでは、ヨウ、フィリピンでは、ノノやバルクドと呼ばれる。太平洋諸島では、クーラ、ノノ、ノヌ、ラダ、ノニなど多様である。台湾では、劇樹と呼ぶ。インドネシアなどの東南アジアでは、ノニ果実や葉は、食用、医薬品に、ノニの樹皮や根は、染色に利用されている。日本では根を、 染色材料として利用されているが、近年では果実、葉を用いた健康食品と業者が歌っているものが出回るようになっている。イリドイド、ダムナカンタール、アルカロイド類、テルペン類、フラボノイド類、ビタミン C、カリウムなどがある。日本ではの2果実を食用とした歴史はないが、東南アジア諸国や太平洋諸島ほか、熱帯地域では健康維持、スタミナ増進、 病気の予防等のためにポピュラーな存在である。ノニの実はこれら熱帯地域で古くから食べ物として利用されており、文献も記録されている。1700年代後期に英国海軍のキャプテンだったジェームズ・クックは、タヒチの原住民がノニの実を食べていた事実を記している。またロンドンで1866年に出版された書物では、 フィジー諸島の原住民がのにの実を食べていたと述べている。さらに後の出版物にはのにの実が太平洋諸島や東南アジア、オーストラリア、インドで食用に利用されたことが載っている。ラトロンガで原住民がのにの実を常用していたことが記されている。オーストラリアの原住民アボリジニがのにの実を好んでいたことも報告されている。サモアではのにの実が常食されたことが記されている。 1943年にメリルはポリネシア群島に野生する食用植物及び毒草に関する解説書を書き、その中での2が食用植物であり、そのはや実は緊急災害時の食物として利用できると述べている。の2果実利用食品としては、成熟果実100%ストレート削除、果実を長期間放置して浸出する液体の飲料をはじめ、 果実粉末を加えたもの、他の果実ジュース等を加えて飲みやすくした製品もある。米国ののにジュースには、香料を加えたものが多い。ナンカプセル、高カプセル、錠剤、カ流、濃縮液、粉末など多くの商品が出回っているが、原料として果実そのもの、あるいは有機溶媒抽出液ス粉末など多様である。日本ではのニの葉のお茶も販売されている。現在では、 多くの産地の製品が健康食品として販売されるようになっているが他の果実ジュース以上の健康効果はないと考えられる。日本で最初にノニジュースが販売されたのは1999年でアメリカ系の会社が簡易販売制度を通じてタヒチさんのノニと他の果汁を混ぜたノニジュースを紹介した。2000年にはノニの原産地インドネシア産の100% ストレートジュースが紹介された。のにジュースの栄養性、安全性、機能性に重点を置いた規格を制定し、販売しているジュースもある。この標準化規定では、一般栄養成分の他に有効成分の、スコポレチン、中さ脂肪酸濃度、活性酸素消去能を測定している。近年ではのに由来のイリドイド量を基準にし、販売しているジュースも出てきた。のに果汁は、 他の果実と同様にカリウムを豊富に含むため、高カリウム血症の場合や、腎臓透析患者の場合は、医師と相談の上引用するべきである。2003年に、の2のジュース製品の一つが、自然由来の食品として初めて、欧州連合の基準を、クリアし、ノベルフードに認定された。また果実だけでなく、乾燥及び焙煎させたの2葉も2008年、ノベルフードに認定されている。 欧州の安全性基準を満たさないと、ノベルフードの認定は得られないため、ノベルフード認定は EU による安全性の承認と捉えることができる。2005年と2006年にノニジュースの引用により、換気の障害を引き起こしたという報告がなされた。また、ノニの感覚性を否定する追跡調査も報告されている。 インドネシアでは古くから八重山青木の樹皮や根を伝統的老血染めバティックに使用してきた。樹皮や根は桃色、赤黄色、赤褐色に染めることができるが、使用する部位や樹齢によって染色態度が異なる。1790年の2の染色剤が初めてヨーロッパに紹介され、ジャワ海のカリムンジオ,オ諸島には大規模な栽培地が開発された歴史もある。 染色成分は、科学的に西洋アカネと同様のモリンドンとその水海物資のモリンジンである。しかし、合成化学染料の普及によって、現在ではの2の樹皮、ネトも染色に利用されることはなくなっている。日本の沖縄県などでは健康ブームにより乱伐が問題となっている。しかし、の2の原産国インドネシアでは、数千年にわたり、人間との2は共存しており、 今なお至るところにのには自然植生している。一方無農薬、無化学肥料の自然栽培が常識のインドネシアでは、先進国向けのニジュースの供給のために、ハサップシステム採用の工場が出現し、有機のニ農場、有機のニ製造認定を取得し、増産が進んでいる。基礎研究でダムナカンタールのニジュースの抗がん作用、動物実験で、 中枢性の鎮静効果、基礎研究、臨床試験とで糖尿病改善効果が報告されている。またの2の脂質化酸化抑制物質の研究報告がある。A Dictionary of the Economic Products of the m a a マレーペニンシュラ、1935-1490から1494 The Crowd Agents for the Colonies 東南アジア、南太平洋地域で 薬用利用される植物。カンバラキヨシカ、サプリメント辞典。P310。アクタファーマッケルシン。2000ディセンバー23。1127から41。エマージェンシー。フードプランツポイゾナスプランツオブザ・アイランズ・オブザ,オブザ。パシフィック。アーミーテクニカルマニュアル TM10 から420。1 9 4 3 a b i アマーオキ。健康食品の安全性。 有効性情報ハットの2製品品質標準化規定レブ ESP エンファーム DIG Vol.99 N.12 ピアニッシモ730から741 2007ハットステイデルバウアーエトール2005ミラニッヒエトール2005ユジエトール2006エフサジャーナル2006 P1 から12東南アジア南太平洋地域で 薬用利用される植物、カンバキヨシカ、サプリメント辞典、P311、ありがとうございます。